川端です。よろしくお願いします。今回はルートを外せシリーズ第16回目ということで、ルート N 2乗足す 2N 足す49が整数となるような正の整数 N を全て求めなさいという問題です。このルートを外せシリーズね、16回やってますが、今までで一番難しい問題です。数学得意な人ぜひチャレンジしてみてください。はい、ではね、解説していきます。まずはですね、これ N にね、なんか代入して探していくのはきついですね。1入れてとか2入れてとかね、これ全て求めようって書いてあるので、答えが一つとは限らないので、それをね、まあ足し算になってるので永遠に探すことになるので、当てはめて探すのはちょっと難しいです。じゃあどうするのかということなのですが、まずはですね、まあ、ちょっと勇気を振り絞って文字で置きます。これが整数となるということで、整数、例えば K と置きましょうか。 K は整数と。で、ただですね、まあ、整数と言っても、今、ルート、ほにゃら、ルートイコールになっているので、0以上ですね。負の数になることはないです。0以上です。じゃあ次どうするか。ルート外したいなと思って2乗します。そうすると、N2 乗足す 2N 足す49イコール K の2乗ですね。じゃあ次どうやって変形するかってことなんですけども、ここね、N2 乗足す 2N、ここをちょっとまとめたいなって考えてください。で、式変形するときに意識してほしいことは、因数分解と平方完成です。今回は平方完成を使います。ここをね、N と 2N、なんか N が2つあって、なんかまとめたいなと思ったときに平方完成してください。すなわち、N2 乗足す 2N は、カッコ N 足す1の2乗。2の、はい。半分で1ですね。で、展開した時にプラス1が出るから引く1。すれば、N2 乗足す 2N が出来上がります。で、49イコール K の2乗で、そうすると、カッコ N 足す1の2乗、引く K の2乗。ちょっとこっちを移行して、で、48を移行したらマイナス48。で、ここで2乗引く2乗が出てくるわけですね。で、ただちょっとマイナス、ちょっとかけておきましょう。マイナス48嫌なので、両辺にマイナス1かけて、そうすると、マイナス K2 乗が K2 乗を、N たす1の2乗がマイナスカッコ N たす1の2乗、イコール48になりますね。そしたらですね、これ2乗引く2乗の形をね、無理やり、まあこうやって作ったわけですね。整数問題において、このカッコかけるカッコイコール、整数っていう形にすることはものすごく大切です。カッコかけるカッコが整数。そう、2乗引く2乗だったらそれができるよね、ということで、ここで、因数分解して、和と差の積、K と N たす1を足したもの。カッコ K たす N たす1。カッコ K 引くカッコ N たす1。つまり K 引く N 引く1と。で、これを計算したものが48ですよと。ね、カッコかけるカッコが整数って形を作ったわけですね。そしたら、かけて48になるペアを、ね、整数を探していきます。そうすると、まあ、例えば48×1 とか、24×2 とか、3でも割れますね。3×16 とか、4でも割れますね。4×12 とか、5では割れません。これ、K たす N たす1は整数ですからね。5分の48とかできませんので、5はダメ。で、6×8 とかですね。で、これ逆を、ま、考える必要は実はないです。なぜかというと、K たす N たす1と K 引く N 引く1は必ず K たす N たす1の大きくなりますね。今、これは N っていうのは正の整数になってますので、この N たす1とマイナス N 引く1はですね、必ず N たす1の大きいわけですから、こっちの代償関係が決まってくるよと。なので、逆を考える必要もないですし、あとは、負の数かける負の数も考える必要はないです。今、K は整数って言いましたけど、これ K、0以上ですね。さっきほど言いましたけど、ルートイコールなので、0以上になります。なので、負の数、N も正の整数なんで必ず、これは、プラスの数になりますので、負か、マイナスかけるマイナスも考える必要ないと。で、この5通り考えれば
ればいいのかなと思うんですけども、例えばこの 48×1 もですね、実は、そのようなものっていうのは、見つかりません。どういうことかというと、これ連立方程式と思うんですね。k+n+1 が48で、k-n-1。これが、1ということで、これ連立するわけですが、まあ、これ足し算すれば n 消えますね。つまり 2k=49 で、k=2分の49になりますね。つまり分数になってしまうので、これ整数が出てこないと。だからダメなんですね。これ、この k+n+1 と k-n-1 を足したら 2k になりますので、2k=偶数になんなきゃいけないですね。偶数になんなきゃいけないので、足して偶数になんなきゃいけないから、48×1 とか、16×3 とか、この辺は考える必要がないということになります。ということで、この3つのパターンだけ考えればいいと。ということで、すなわち、まずこのパターン。k+n+1 が、24で、k-n-1 が2と。で、これ足し算して 2k=26 で2で割って k=13 で、k に13代入すれば、ここ12になってマイナス10で n=10 ですね。っていうのが一つと、また12と4のパターンですね。 k+n+1 が12で k-n-1 が4と。で、足したら 2k=16 2で割って k=8K が8だったら8入れて7で、移行したらマイナス3だから N=3 ですね。という具合になり。で、最後、これですね。K+N+1 が8で、K-N-1 が6と。足したら 2K=14、K=7 で、7だと N が0ですが、今、正の整数 N と言ってますから、正の数にはなってないとダメだと。いうことなので、したがって、この10と3のみが答えになりますよ、ということです。はい。ということですね。これね、かなり難しいです。これね、まずね、中学生ね、ただでさえ文字あるのに、また文字で置こうという気持ちなどないですね。で、二乗して、で、あとは、括弧整数って形にするっていうことで、これもですね、普通の中学生は、まあ、こんなことできません。なので、やっぱこの辺ちょっとね、解き慣れてないと難しいなと。二乗引く二乗。あとは平方完成ですね。このね、因数分解できても平方完成ってあんまり中学生できないんですよね。なので、ここをまとめるってことで平方完成して、二乗引く二乗の形で作るってことを考えると、かなり難しい問題だったんじゃないかなというふうに思います。わかったかな？以上で解説を終わります。では。